とうございました。ありがとうございます。それでは最後に安倍総理大臣からご挨拶をいただきたいと思います。お願いいたします。皆様こんばんは。安倍晋三でございます。今日は大変足元の悪い中、お忙しい中、全国からこうしてお集まりをいただいた事業者の皆様に厚く御礼を申し上げたいと思います。我々、政権を奪還してから4年半が経過をしたわけでございますが、私たちが進めてきたアベノミクス、経済政策についてはデフレから脱却をして経済を力強く成長させていく、その中においても働きたいと思う希望する人にしっかりと仕事がある社会を作っていくということであります。その意味におきましては、すべての都道府県で有効求人倍率は史上初めて1倍を超えたわけでございます。この目標を私たちは達成することができたわけでございますが、しかし同時にこの私たちが進めている経済政策の成果を全国津々浦々に寄りていくためにも、また一億総活躍の実現を目指していくためにも、あるいは地方創生を進めていく上においてもですね、まさに今日お集まりをいただいた事業者の皆さんの生産性が上がっていくことが必要不可欠であります。その中におきまして、今日は意欲を持ってこうしてたくさんの皆様にお越しをいただき、私も大変嬉しく思う次第でございます。今日お話を伺った中におきまして、トラック運送業、宿泊業、開港事業での取り組みについてご報告をいただいたところでありますが、今日の報告でも山梨県の早川運輸は荷主の協力のもと、なんと 44% の労働生産性向上に成功されました。これに伴い、ドライバーの1日の拘束時間は5時間30分も削減されたわけであります。素晴らしい成果だと思います。協力をいただいた荷主の皆さんにも感謝したいと思いますし、こうした成果を上げる上においては、荷主の皆さんのご協力が必要不可欠になります。今日は荷主の経団連の坂原会長からはですね、経済界として積極的に協力していただけるとの力強い表明もございました。宿泊や介護の分野でも、これはいわゆるコロンブスの卵のようなシンプルな働き方の工夫で1割、2割、3割と生産性が向上した素晴らしい事例の発表がありました。生産性向上の鍵はまさに人づくりでもあろうと、こう考えております。私は次なる安倍政権の柱を人づくり革命とすることにしました。この生産性向上国民運動推進協議会での皆さんの日々の努力から成功のポイントや課題を抽出いただき、この夏立ち上げる構想会議に積極的にインプットいただきたいと、こう思っております。まさに現場の皆さんの発想、力が日本全体の生産性を上げていくことにつながっていく、こう思う次第でございます。今日ここに募られた皆さんは、まさに日本の明日を切り開く同志であります。一緒にぜひ頑張っていきたいと、このように思いますので、どうぞよろしくお願いを申し上げます。ありがとうございます。今回で5業種の